橋大学の受験結果不合格でした。それでは次マーチの方に入っていきたいと思います。法政大学を受験してまいりました。結果ですね、不合格っていう風になってしまいました。では次、関東上流江戸桜の方に行きましょう。こちらなんですが無事合格いたしました。続いて、大東亜帝国ですね。こちら、過去問をですね1年分しか解かずに、突っ込んだんですが、結果は、合格でした。それでは最後、日東駒線の結果の方発表していきたいと思います。まず一気に2ついきます。結果は不合格でした。はい、補欠待ちだったんですけど、ちょっと順位を見る限りちょっともう無理だなっていう感じがします。はい、あとね、もうなんか数十人数百人単位で入らないとね無理だなっていう感じがするんで、もう無理かなというふうに思います。一気に発表していきたいと思います。後期の結果発表は、後期の結果はこちら、1つダメで1つ補欠で1つが合格をいただきました。